ロサンゼルスエンゼルスからフリーエージェント FA になった大谷翔平選手は他球団との交渉を進めている。多くの球団が同選手の獲得を目指しているが、その中に含まれているシアトルマリナーズとニューヨークヤンキースが移籍先候補から外れるかもしれない。米メディアスポーツイラストレーテッドが報じている。大谷翔平は今季投手として10勝を飾り、打者としてはア・リーグ本塁打王に輝く44本のホームランを放っている。右肘靭帯損傷によりシーズンを全うできなかったが、それでも満場一致でア・リーグ MVP を受賞した。来季は登板できず、二刀流を披露することはできないが、打者の才能だけでも高く評価されている。そのため、移籍先の最有力候補であるロサンゼルスドジャースをはじめとして、シカゴカブス、ボストンレッドソックス、テキサスレンジャーズ、マリナーズ、そしてヤンキースなどが大谷翔平に興味を示していた。そんな中、同メディアはドジャースにとっての2つの大きな競争相手が大谷翔平の獲得候補から外れたようだ。マリナーズもヤンキースも、この二刀流のスーパースターと契約する可能性は低いと伝え、移籍先候補から2球団が除外されたことを示唆している。それを踏まえ、同メディアは、もちろん、FA 市場は流動的であり、一瞬にして状況が変わる可能性もあるが、このニュースはドジャースにとって助けになる。獲得候補が脱落し始める中、ロサンゼルスは生き残る最後の数少ない都市の一つとなるだろう、との見解を示した。口を閉ざす大谷翔平、来季へ何を思う？正直なところ、翔平の行動はかなりグッドだと思うね、同じく FA のスターが擁護。内外野をこなすユーティリティのスター。救援選出3度のウィットメリーフィールド、ブルージェイズから FA は、米ファウルテリトリーに番組出演。同じく FA の大谷翔平が、今オフは完全に口を閉ざしている姿勢を擁護した。同チャンネルのブラウン司会者が、メディアへの露出という点で、契約条項として選手は試合後やオフシーズンにメディアに話す義務があるのか。先日、大谷翔平が MVP 獲得後に話をしなかったことでがっかりした人々もいる。明らかに、彼は今僕たちがしているような会話はしたくないわけだよね、と振ると、メリフィールドは丁寧に説明した。正確な契約条項は知らないが、シーズン中はある程度メディアと接しなければならない規約のようなものがあったと思う。さらに、普段からきちんとメディアに話す選手は、ある試合後に家族と会わなきゃいけない休養があるような時は話さずに帰っても問題はないが、毎日そうするわけにはいかない。だが、オフシーズンで FA となれば、球団の契約下にあるわけではないから、話したくない選手に口を開かせることはできない。だから正直なところ、翔平の行動はかなりグッドだと思うね、と私見を述べた。メリーフィールドは10月に米紙スポーティングニュースで大谷翔平のことをビヨンドインクレディブル、信じられないというレベルを超えていると称するなど、かねてユニコーンへのリスペクトを公言している。SNS で出回る大谷翔平動向のフェイク今は笑えるレベルも、紛らわしい誤情報出てくる可能性も、昨年のちょうど今頃、FA 市場の一番の大物だったアーロン・ジャッジ外野手、31イコールヤンキースの動向が SNS で話題になっていた。ジャッジが米エリアにいたというファンの目撃情報が X、旧 Twitter に投稿され、当時獲得に熱心だったジャイアンツとの交渉でサンフランシスコを訪れていると憶測されたものだった。今、SNS を賑わせているのは去就が注目されている大谷翔平投手、29イコールエンゼルス FA の動向だ。翔平がドジャースのチームチャーターに乗ってロサンゼルスに降り立ったぞ。翔平が今、シカゴに到着したよ、といった投稿を目にする。これらの情報は、もちろんどれもフェイク。投稿には大谷翔平が飛行機をバックに立っている写真が使われているのだが、それは今年3月に大谷翔平が侍ジャパンに合流するためチャーター機でアリゾナから出発する様子をインスタグラムに投稿したものだ。それをそのまま流用したり、コラ画像にして使ったりしている。ただしこれらは明らかにフェイクとわかるものばかり。
大谷翔平の契約交渉に関する情報は代理人のネズバレロ氏が各球団にリークしないよう通達しているらしいので、今のところ具体的な情報は何一つ出ておらず、情報に飢えているファンがネット上のネタとして楽しんでいるといった状況だ。しかし今後、契約交渉が進んでいくと、紛らわしいフェイクニュースや偽記者が出現する可能性はある。MLB のストーブリーグでは毎年のように、ケン・ローゼンタール記者やジェフ・パッサン記者のような有名記者のなりすまし X アカウントが登場し、偽情報を流すということがよく起こる。米国のメディア関係者でさえ、偽記者の偽スクープに騙されることもあるほどで、かなり紛らわしい。また本物の記者が誤情報を流すこともある。昨オフには、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者が12月上旬に、ジャッジがジャイアンツへ行くようだ、と速報し、野球界周辺が色めき立つ騒動があった。その翌日には、ジャイアンツは、ジャッジから何も聞いていないと言っている。フライングして申し訳ない、と謝罪し、約2週間後にはジャッジがヤンキースと再契約に合意している。米記者間の激しいスクープ合戦に勝ちたいという思いが、確かな情報を流してしまったのかもしれない。ヘイマン記者は本来はスクープを次々に飛ばす敏腕として知られている。今オフは前田健太投手、35イコールツインズ FA がタイガースと2年契約を結んだニュースが飛び込んできたばかりだが、これも第一報を伝えたのはヘイマン記者だった。いずれにしろ、去就に関するフェイクニュースは思わぬところからも出てくるので気をつけようと、自戒の念を込めて綴っておく。